シビックハッチバックというわけで、マイナーチェンジしましたね。まずね、大きくデザイン変更となったのは、ここに角のような、デザインがされております。でこちら 1.5 リッターターボなので、もっとね、空気を中に取り入れやすく、今回デザイン変更されているということですね。この部分がちょっとね、前のタイプより、より開口面積が大きくなったということらしいですね。これ言われてみないとわからんわ。まあ、1.5 リッターターボということで、まあ、182馬力ですよね。いや、なかなかね、このモデルね、私いいなと思います。この新色、このグレーっぽいね、ちょっと軍隊っぽいね感じのグレーがね、結構男心くすぐる色だなと思いますね。これよく見るとね、ちょっとメタリック、肉眼だとね、このメタリック感わかるんですけどね、ただのね、ペタッとした、グレーではないですね。横から見たらこんな感じです。いやー、このハッチバックがね、一番デザイン的にかっこいいなと思います。今回からね、日本でもこの天井がね、屋根が開くようになりました。タバコ吸う人いいですよね。私吸わないんですけど、これ開くのかな。あ、開いたわ。あ、キャップレスね。これキャップレス、これズボッといけるやつか。いいじゃんこれ。で今回ね、アルミホイールも変わりました。デザインね、前のやつもかっこよかったんですけど、今回ね、こういうね、5本のシャフトがデザイン強調されて、他がね、結構こうくさび型のね、デザインがあしらわれてますね。こうツヤ加工されたブラックと、このね、シルバーのヘアライン、いや、なかなかね、デザインとしては綺麗だなと思います。タイヤは、グッドイヤーで、前のね、マイナーチェンジ前の、タイヤと同じものがついてくるらしいですね。235の 40R18 18インチですね。防音性能がね、結構上がったらしいんです。要所要所にこの鉄板の後ろにね、消音の、パネルが取り付けられて、より静粛性が上がったということですね。後ろから見たらこんな感じです。いや、リアだいぶかっこよくなってるわ。あれ、こんなんやったかな、前こんなんやったかな。なんかね、ちょっとパッと見タイプ R 的な感じですよね。いや、今回の色綺麗ですよね。ちょっと軍隊っぽくてね、軍事マニアさん向きみたいな感じの。ちょっとリアハッチ開けますね。もうね、やっぱハッチバックってね、後ろ広いんですよね。で、これ、トノカバー。このペラペラのトノカバー。盗難防止だけのためにあるというような感じですね。もう何も乗せれません。まあでもこれがあるだけでだいぶ安心ですよね。ターボ車なのに星が1、2、3、4、5。いや、優秀ですよね。ではちょっと室内お邪魔します。なんか変わってるんかな。スポットライトが眩しい。ちょっとね、見てる方でこれ変化があったよというのがあればコメントください。ちょっと内装でね、ほとんど変わりがわからないような気がします。でもハンドルがなんか革張りで、あれ前も革張りやったかな。これグレードによると思うんですよね。あ、若干ね、なんか前のシビックよりなんか革張り感がね、多くなったなという感じしますね。ほら、これシートもね、前はね、布シートだったと思うんですけど、これでもグレードで前からこのレザーシートっぽいの選べたんかな。ホールド感はね、あ、まあまあ、うん、優しいホールド感って感じ。あ、でこれほら、サンルーフ、いやー、いいよね。タバコ吸わないけどこれ欲しいわ。こんな感じです。前回にはならなくて、後ろね、半分ぐらい、3分の2ぐらいかな、はガラスが残ります。これで今全開状態です。ここもね、風切りの、あ、これなんか布。はい、というわけで、ホンダシビックハッチバック、マイナーチェンジしましたねということでした。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、シビックハッチバックマイナーチェンジしたようでした。じゃあね、バーイ。